皆さんこんにちは、ヴァンパイア担当の岩田ジブルです。そして、ドラゴン担当のウルキタガです。カラドアドバンクです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今回はですね、はい、ウルキタガにデッキを紹介していただきたいと思います。はい、ドラゴン担当の僕が紹介するのはこちら、機械ウィッチ。おー、あったー、機械ウィッチドラゴンということですね。機械ウィッチドラゴン、はい、機械ドラゴン要素ないんですけどね。ドラゴンを裏切っていくスタイルですね。いや、最初ドラゴンでやろうとしたんですけど、まあ、今回紹介するのはこちらなんですけども、うん、まあ、主役は、新カードのまずどっちかな、こっちか、神社。はい、どのようなことなの、はい、神社。はい、このカードが、まあ、能力が自分の単純に自分のフォロワーが進化した時、このカードの手札のこのカードのコストをマイナス1すると、はい、で、この神社出した時のファンファーレが神社の言霊を1枚手札に加える。で、さらに進化時、このバトル中自分のリーダーは自分のターン開始時に、まあ、言霊を1枚手札に加えるを持つ。はい、ということで、うん、神社の言霊とは何ぞやと。とは何なんですか。こちらですね。手札のフォロワー1枚のコストを1にして、攻撃力体力を11にするっていう。そんなん1コストにしたら弱いじゃん。始まった茶番が、いや弱くない、弱くない。だって11のバニラってことでしょ。バニラじゃないですよ、やっぱ能力がある。ファンファーレとかは働くんで、攻撃力とかね、11にはなっちゃいますけどね。なんだって、じゃあ11のバハムート出せるじゃん。まあ、バハムートがいればね。いつの人だ。いや、違うんですよ。あの、それで、まあ1コストにするのは基本的にはこちらの、まあ、モーラーですね。おー、はい、このラブリンモニカから出てくるモーラーが、またやられた時に手札に持ってきた時のモーラーが、はいはいはい、まあ、本来7コストなんですけど、これをその1コストにすることで、はい、まあ、モーラー自体がそもそも本来攻撃力体力11なんで、別にそのデメリット関係なしに、はい、コストが下がるだけ、単純に 1PP で出せちゃうんですよ。これモニカも33で、はい、すごいことですね。6コスト踏み倒し、うん、そうです。しかも、あのジンジャーが進化してれば毎ターンその加わるんで、うん、言霊が、はい、で、このモーラも、そのモーラがやられればまた、まあ、加わるわけじゃないですか。うん、だから毎ターン 1PP 使うだけでこれが動きができちゃうんですよ。ほー、すげー、超強いんですよ。で、ただそれだけじゃやっぱ勝ちきれないと。はい、ことやっても盤面は作れるけどみたいな、勝つんですかっていうことですよ。何回進化するんだぐらいになっちゃうけれども、うん、それを解消するのはこちら、思考神ゼウス。あー、ゼウス。ゼウスってそんな強くないでしょ。いや、それは強い。いや、ゼウスは強いんですけど、はい、こちらの進化のゼウスは、このバトル中に、進化した回数分だけ、この中ランダムに、つくんですけれども、はい、5個能力がランダムにつく、はい、なんで、モニカ進化させまくることで、まあ、大体5、6回、まあ、多くて7、8回とか、ゼウスが、うん、この中のどれかが起動すると。7、8回ゼウス進化したらスーパーゼウスになっちゃう、はいはい、まあ、それ結構、まあ、でも大体5、6回は普通につくんで、まあ、なので、まあ、基本的にはなんだろう、これとはいえゼウスこれランダムに働くんで、うんうん、基本一番やっぱついてほしいのってやっぱ失踪とか守護とか、まあ、回復とか多いんですけど、うん、まあ、それが都合よくついてくれるってわけではないんですけど、まあ、でもとりあえずね、はい、それでバーンと、はい、全然決めきれますね。5、6回ぐらいで全然強いって感じですかね。そうなんですよ。だからゼウスをフィニッシャーにするっていうよりか、それだとちょっとまだランダム要素高いんで、そのジンジャー後に盤面をこう作ってって、うん、1コスのね、モーラープラスで毎ターンやってって盤面作って、最後ゼウスでフィニッシュみたいな形ですね。でもそんなに進化するならオーディン入れてもいいんじゃないですか。いや、オーディンも全然入れてもよかったんですけど、ちょっと枠的に、で、前までそのオーディンを入れてた、まあ、進化ウィッチみたいなのもあったんですけど、それマナリア軸で結構使ったんですよ。はいはいはい、マナリア進化ウィッチにオーディン刺してみたいなやったんですけど、で、逆にマナリアにこのジンジャーとかゼウス入れても、マナリアのアンの大魔法も10コストなんでゼウス被るんで、うんうんうん、まあ、ちょっとオーバーパワーだったっていうので、だったら逆にジンジャーを出す前のなんていうんですか、動きを強くしたくて機械軸にしたんですけど、はー、なんでオーディンは入れてないです。で、その代わりこちらも入れてますね、オリビエ。おお、新カード、はい、これが、
まあなんかこのデッキ本当進化しまくるんで、基本的にはまあ出せるのは8ターン目以降なんですけども、進化した分回復するんで PP が。うん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 、なんで5回とか、まあ、4回とか回復してれば実質 3,4 コスト分で動けて、うん、であとジンジャーの言霊をオリビエに使うのも普通に強くて、オリビエ1コストにすれば、まあ、実質なんですが回復するんですよ PP が。例えば5回とか進化したら 1PP で出せば4回復するんですよ。はあ、 1PP です回復するんだ。回復するカードになります。すごい、普通に強い普通に強いコストの踏み倒しがすごいですね。さら、はい、に、進化、させれるようになるんで、フォロワーを、あ、ゼウスがより強くなると。面白そう。てかめっちゃ面白いですよ本当にこのデッキ、めちゃくちゃおすすめですね。結構ね新カードも入った、はい、これぞリバースオブグローリー的な、はい、機械ウィッチもね、はい、なかなか使われませんでしたからね。そうそうなんですよ、これ多分本当に強いですね。私ジンジャーとかちょっと微妙かなと思ってたんですけど、意外と本当モニカとの相性が良すぎて、うんうん、あ、強いと思って。じゃあそれでは早速、はい、じゃあやっていきたいと思います。お願いします。そろそろ、さあ最初のお相手はビショップ。お、相手にとって不足ないぜ。さあおそらくエイラビショップでしょう、はい、現代の最強と言われる。で、今回先行取っちゃったんですけど、うん、多分高校の方がこれって本当やっぱ進化いっぱいできる分やりやすいですね。そこはちょっと微妙です。いつものね、はい、マリガンは、でマリガンがまあ2コストは別にキープしてもいいんですけど、基本的にジンジャーを抑えていきたいんですよ進化ターンバーで手札に。早めに持たないといけないってやつですね。そうです。なんでジンジャーとあと高校とかあったらまあモーラっていうか、ジンジャーとモニカを揃えるのがまあ大事というか、この2枚が核だと、うんうん、はい、その2枚さえ引ければ、その相手例えばエイラビショップもめっちゃ強いんですけど、うん、ちゃんとしっかりコスト通りに動いていけば絶対戦えるというか、うん、なんで、まあ、今の環境はねエイラに戦えるかどうか、うん、まあ本当そこにかかってますよね。焦点になってると思うんで、はい、まあ、アルティメットデッキがベルダーのビルダーのベルダーのビルディングしてきましたから本当にビルディングしたんでアルティメットビルディングしたんでちょっとさ、ただ青やっぱこうやって持ってるか。さあリペアモードが消されましたよ。うんうんうん、悲しい。どうしようかな、何かちょっと加えていきますか。これでマジ、あ、オッケー、あのマジックブック操作だ。はいはいはい、コストのリーダー付与で機械が増えるためにピピ1回復のとか結構持ってくると強いです。あ、これもいい、ドローで使えるんで。さあまだ 手元には陣地はないですけど。そうなんですよね。で、これ加えるカードが結構プロダクトマシンの方が、あのモーラ、あの場にいる限り数進化時で働くんで結構相性いいです、うんうん、こっち選んだ方がいいかもしれない。このデッキだとスペブないですもんね。そうなんですよ、リペアモードがそのまあ逆に盤面が溢れちゃうパターンも一応あるんで、うんうん、まあ、時としては普通にリペアモードでもいいと思うんですけど、大体はプロダクトマシンって感じですかね。で確かに昔のジンジャーウィッチもなんかスペルなかったっすもんね、デッキの中に。やられてしまったか。さあ綺麗に高校4ターン目エイラ進化、エイラの祈祷を出す。なんとも機械魔導のゴーレムで倒せる盤面になってほしいが、どうだこれは。まあ相手エイラをね引いたらこっちジンジャー引くのは当然ですよね。そうじゃないと。ジンジャーオリビエ、ちょっと違うんだよね。おかしい話ですよね、おかしいな、おかしいな、おかしいな。さあこのここでフォロワーを残してしまうと、はい、シャドーバースやばいことになると、全処理したいんですよマジで。シャドーバースが襲いかかってきますなんで1,2,3ちょっと、うん、ここで一回ちょっと窓、機械窓のゴレム、はい、進化でリペアモードを加えて、これ機械カードプレイした時に1ダ 2ダメージランダムに、うんうんうん、うん、飛ぶので、うん、ちょっとね一発ずつ打っていくか。これ当たってで、これでいいのか。
てリペアモード、はい、右に当たった。とりあえず一回全処理をまずは全処理ね。ここから意外と状況が追いつくんですよね。まあこっからなんですけど、ここであのやっぱり今回引けたいんですけど、モニカか、ソニアじゃなくて、あれあれあれジンジャーじゃなくて、違うあれモニカかモーラ、あ4コストの機械フォロワーの山田でした。マジックブック、違うテトラ、テトラテトラか、なんでテトラが出てこない、どうするした、テトラかモニカとかを引きまくってればなんとかなるんですよ。機械窓のゴール現象ですよね、これ現象みたいな感じですよね。すげえ状況能力高いですね。相手もしっかりむしろ盤面形成せずにちょっと今そうしたらテトラ来ました。ただちょっと機械カードいっぱいあるんで、ちょっと今ドロー1回進めて神社にアクセスしたいですよね。まあ神社テトラ、テトラ出しちゃうかな。でもコスト微妙だな。進化、いや2ドローしたい。うん、さあドロー2、あ、だったらプロダクトマシンからの方が良かったか。さあマシンエンジェル HPP 余りそうな感じですね。そうですね、まあちょっとマシンエンジェル取ってきますか。テトラが引けない、テトラでジンジャーが引ジンジャーが引きたい、ほんと。あ、来た、まあ、進化は温存、ギリ間に合った感じ、ギリギリかな。できればおー、リンティエル、でもこうなっちゃうと多分結構間に合わない。あと本当に、うん、あ、来ると切れないっすかね、これね。うん、強い、普通に。確かに、まあ来ると来たら、まあ、それはそれでなんか、そう、ただ進化取っていく感じ。まあ、クルトが来るときは、まあ他のタクで、みたいな。そうですね。まあそれはフニカルとかヤブンハルとかうまく合わせれば、クルト取れるんで、処理されてもどんどんモニカ連続で出せるんで、こっちは。ただ、ちょっと、ここ今モニカいたら超良かったんだけどな。いや、テトラ、進化切れたのテトラっすね、うん、テトラで、ヤブンテトラ良さそう、ヤブンテトラです。ヤブンテトラで、リテールに一旦当たってヤブンで、うん、とりあえず盤面を、はい、取ってくデッキなんで、これ相手のフォロワーを全処理しつつ、そうですね、強い盤面を作ってくる。さあジンジャーのコストがなんとにも下がりました。そうなんですよ、どんどん下がる。次にもう出せるってことですね。出せます。でしかも次ジンジャーとオリビエとかもできますからね。オリビエ進化しますから、あ、進化しないわこれは。ダメだ、順番にやんなきゃダメだ。まあ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 、ちょっと攻撃しなきゃダメだ。で、サイコーとかちょっと取っといて、リペアモード、リペアモードがね、迷うな。クルトでも一応取れられないから打ったかも。テトラ、テトラに、はい。さあ、ただ相手もね、進化権ないですからね。今結構返すの面倒いっすよ。今進化の、ね、3回か。クルトもね、意外と進化権ないとね、返んないですよね。ただ本当はやっぱ神社に進化効いてないですよね、やっぱ。まあ、言霊が、はい、進化権回復しないかな、どうにか。そこをなんとか回復できる場面になってる。さあ、リアリーも相打ち。え、オリビエ、ジンジャーオリビエから進化できません？いや、これ確かジンジャー、え、ちょっとすみません、ちょっともうこれ、オリビエ出した後のやつじゃないけど、じゃなかったかな、後のやつ。うん、これでジンジャー出した後にゼロコースでオリビエやって、ジンジャー進化するのかな。あ、そっか、オリビエを出した次のカードだって気がするんですよね。自分が他のフォロワープレイした時、それは、あー、うん、確かに、確かそうだったんですよ。あ、そうなんだ。だから先出しオリビエはダメってことなんですね。あ、じゃあ後出し、後出しオリビエはダメなんだ。これ残って進化しないはず。え、でもちょっとすげえ怪しいなこれ。オリビエまで行くんじゃないですか、このターン。あ、行かないか。いや、行きます。盤面足りないかな、オリビエ行くと。え、これでオリビエ下げれば出せますよ、オリビエは。出せますか、オリビエもったいないなと思って。結局進化切れないんだったら。防御を推奨します。あー。これ怪しいな、すみません。ちょっとこれ、初パターンだな。え、ちょっと確認してもいいですか、これ。多分行ってないですよね。これ進化しないんですよ、これ。うん、ああ、そうですね、この後、これ出した後に
神社は進化しないはずなんですよ。はいはい、ちょっとすげえ怪しい。ちょっともし違ってたらコメント欄で教えてください。いや多分これない、進化しなかったはず。だからこれを例えば神社を出すじゃないですか。で、あーじゃあオリビエの後に例えば3体とかフォロワー並べるじゃないですか、うん、でも誰でも進化できるわけで、その次にオリビエの次に出したフォロワーが進化できるのを持ってる。2番目とかでもダメなんだっていうやつだったはずですとか言って、こんだけ自信持ってて外れたら超恥ずかしいんだけど、テキスト的にはもうそうですよね。これ一回それでなんかあれ進化できないってなって、さあただ盤面ちょっと、ただ盤面おっきたー、これちょっと待って、ただこれ、これね進化かな、オリビエか、オリビエ3回復、あでもオリビエモニカいけるんですね。オリビエモニカいける、いけるか、3回復だからいけますね。オリビエモニカいけますね、うん、これでオリビエ出した後に、うん、オリビエ出した後、そうですね、55と112体で、これで今回進化回数が3回だから5で打てますもんね、うん、そうですね。ここが果てだ、誰が決めた、次怪しくなっちゃった。まあテトラの回復もあるし全然いけそう。そうですね、テトラで取りつつ、あテトラえモニカ進化切るんじゃないですかこれ。いやモニカまだ進化できないですね今、進化権はない。んオリビエの進化か、オリビエの後だから、あーあああそれモーラが、あーもうドアパグせっかく、あーちょっと進化できる、進化できる、あもうぐだったーでもー、あーもう今いい感じに設定できたのに、ちょっとすいません、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 こそこそ焼けちゃって連続で進化はぁ、そういうとこなんだよマジで。ほんそういく方も顔を詰めよう、詰めよう、詰めましょう、詰めましょう、ちょっと、これ本当にマジすみません、今のはちょっと、悪い例ということで、ちょっとやっちまったぜ。まあね、ここでプレイするとね、旗から見てると見えるんですよ。いや悔しい、今ちゃんとマジでエイヤにも勝てるぞっていうことを、ね、ちょっとあるあるですよ、プレイするのはね、めちゃね、思考、視野が狭くなるんですよね。いや、すみません、いや、でもモニカ焼けたのは実際超痛い、モニカっていうかモーラ、エイラー相手にこの盤面はすごいっすね。いやだからこれ盤面で押し、本当盤面で押し勝つデッキなんで、なんか普通勝てそうっすね。いや勝てるんですよこれ、勝ったんじゃないですかこれ、全然帰んないっすよね多分。大丈夫、これイモニウムで、イモニウムで、ああ必殺つけて、オリビエは2面しか変えられなくない、取れないですね。お前には資格が、勝ったまあまあまあいいでしょ、まあいいでしょ、うんちょっと納得いかないけど、いや多分視聴者さんの方納得いかないと思うけど、まあ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 こんな感じですよ。なんかテトラが強かった、強いな、普通に強いですね。ちょっとじゃあもう一試合やりますか、ちょっと、はい、もう一試合やってください。ちょはい、ということでお相手はヴァンパイアです。ヴァンパイアも多いですね、やっぱヴァンパイアってピシャッコばっかりですね。そうっすねというデッキで、お高校、しかもモニカいいよこれ、あとはニコストとジンジャー引けば完璧。きたー、おー、ジンジャー、あとこれマジニコストさん2、うん、ニコスト2枚とくれば、もうこれありますよ、引けるよ、引けるはず。さあこっからよ、もうなんか再開中、再開中、立ち上げ直しってことかな、やっぱり戻ってきたよ、おかえり、地獄の底からねヴァンパイアが地獄へ突き落としてやる、ヴァンパイア上がってきたな、この神社ね、ヴァンパイア本当にもう地獄の底からマジで這い上がってきた。でも最近ずっとヴァンパイア強くないです、おー来たよ、ウテガキからずっと弱かったからね、全コウモリぐらいからめっちゃ強くなったんだよな、コウモリがちょっといましたけど、おビビるってこれ、あーこれ前のやつか、メカゴブレイカ、これはちょっと珍しいカードプレイです、ね、これが入ってるってことは、なんだろう、進化軸っぽいっすねか、オーディンとかが来る可能性あるのかな、うわユリウス、ユリウス厄介だなこれ、ユリウスも一応ね復讐状態な進化が無料でできるんで、結構でもこれあれですね、なんかバーンよりというか、そっかそっか、
進化塾に入るのかユリウス。そうっすね。フニカル出しといて月進化。ちょっとフニカルは取っとこう。ジェットウィッチで、リペア。このタイプだったらプロダクトマシンよりリペアモードの方がいいかもしれないな。ちょっと2枚あるから、まあちょっと一応プロダクトマシン取ってます。一応あんまりリペアモードの恩恵がない気がする。まああのあれそうですね。ただ盤面がその例えばこのマシンブック素材出したと結構盤面並べられるんですよ。めっちゃ5面以上だった場合、あチラ見せしてきた。うわっ、セクシーパパイヤ引いてきましたね。ちょっとよそ見をしたらこれだよ。まあ大丈夫大丈夫。ここからサミヤックのただちょっと回復結構した方がいい気がするんだよな、リペアモードで。さあここはちょっとモニカが微妙ですね。でも進化気になるモニカに切りたいな。早めに回収しときたい感はあるので、逃げ食らっちゃうけどモニカ先に出して、モーラを手札に加えられときます。先行ネリス強っ。強っすね。めっちゃ体力削られてる。じゃんじゃん進化してジンジャーを早めに下げていけば7コストとかの時に 7ターン目の時に、まあ、ジンジャーと言霊まで1コストのそうモーラみたいな。ユリスはほんと強いですからね。めっちゃ削られたな。ここからリペアモードで回収しつつ耐えるしかないな。さあ哀切の悪鬼です。コスト下がったぞ。なんか何してくるんだ。これがねなかなか難しいんですよ。プレイングが何を下げるかが解説の解説ですね。そうっす。おでもこれ下から取ってくれたぞ。もうだから、おーしょーしょーしょーオッケーオッケー。これマシンクソーダーが置きどころ安定着地。これ進化までありだな。進化あまりそうなんですよね。なんか上目に神社考えるならこのターンも切らないと。そうなんですよ。そうそうそう、神社を考えるなら進化してこないといけない。でもなんか神社出した後は本当もうあのモーラ石コスモーラで無限に EP は回復するというか。はいはいはい。てか神社のコストを下げてくるのがマシンブック操作の機械カードですよね。あ、これ機械カードですよ。じゃあジェットウィッチ、あ、じゃなくてプレイ、機械カードをプレイするとき回復だから、ジェットウィッチが1コスで2プレイできる機械を。あ、そうですそうそうそう。すげえ。超強いですね。すげえ。なのでこれ出して、2回まあこれも2コストでいけるんで、ちょっとねこれリペアモード俺取った方がいい気がするんだよな。これ回復しておきたいと。ちょっと回復しておきたいんで。ドローから。フロートボールスマーセナリーで。窓を取っておきたいですね。もう一枚。どっちしろそっか。さあ、ああいい。オッケー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 。でメカゴムも1で1でしょ。1でこれも1か。しかリピアモードは。さあ盤面並びましたね。確かに。で、これでどうしようかな。リペアモード、あーでも回復型かな。これプロダクトマシン取っとくとモーラがマジ強くなるんですよね。うん、うん、だからちょっと取っとこうかな。プロダクトマシンちょっと取っとこう。リペアモードなんかいっぱいあるし。はい、うん、でちょっとリペアモードはこの2枚目用にちょっと取ってきました。次もう神社出すんですか。キューパス次神社出します。さあセクシーヴァンパイアの復讐状態でサギワスが。なるほどなるほどなるほど。さあドローンも進みましたよ。1、2、
神社行くと神社行くと負けるな。神社行くと何か66に届かないですからね。一旦待ちますか。次神とりあえずこれ出して一旦ここに進化切ってで、リペアとプロダクトマシン、ちょっと回復11 OKOK もう11、うん、おい、あ、でこれ進化切ればいいのか。で進化切って当たった後に、ああ普通にそっちのプラン、そこの方が良かったですね。フニカルしか考えてなかった。あ、フニカルで下げてみたいな、うんうん、これでプラクトマシン2回で起動します。起動します。これでフニカル出せないの。これフニカル、リペアモードも打っていいかな、これなんか。まあいつでも打てるからまだ大丈夫か。雷鳴の決心、フニカル進化。まあまあまあ、まあ、次からいろいろできそうな、いよいよ見せられるぞ。次からですよ。いやだいぶでもコストは踏み倒してますね。めっちゃ踏み倒してます。ジンジャーモーラが、そうなんです。でもこっからもう手札もちょっと減ってきましたけど、モーラがいるんで、うんうんうん、無限リソースですからね、はい、しっかりジンジャーに進化を切ってね。さあお相手もフニカル進化エンハンスコー、うんうん、さあただそこサーブネットですよ。やめろやめろ、おやめろ、ランダム、おー2分1しっかり拾ってくる。いいいいいい、全然全然いい。じゃあここで来た、ジンジャーを出しのさあ手に入るのは言霊、まずは言霊が進化までね、うん、これを何を下げるかというと、さっき言ったこちらモーラ、これを本来7コストのモーラが、うん、なんと1コストで出せると、6コストで、ここで進化神社をかけることで、いやーこれこのコンボ毎回しびれるな、超気持ちいいですよこれ。じゃあ次、大丈夫、13なら大丈夫でしょう、耐えてくれ。そう、テクいな。そうそうそう、だからもうモーラさえね、まあ、モーラが倒されなかったらモーラ次だったらテクラには加わんないんですけど、うん、神社進化のために、はい、あ、コスト下げるために進化消費するから、はい、進化なくなっちゃうじゃんって、こいつに生きる進化ないじゃんっていうのが、はい、結構ね思いますよね。理由だったんですけど、モーラで解消ですねこれ。ほらモーラを倒したことによってまた次のターンも永遠と一コスめっちゃこれ本当に楽しいし強いです、マジで。これしかもオリビエまで次のターンは行くのか。オリビエも出せないと、でもあれ1コスですからね、モーラ何でもできる次のターン、すげえ。蹴散らしてあげるし、これすげえぞ。オリビエ出した後の方がいいのか。でもオリビエ出した後と進化がモーラになるのかな。あれ確かにそうか。いやモーラじゃ、あ、モーラか。まあでもそれはそれで別にやられるからゴーゴーはでも出したいっすよね、このターン。ゴーゴー、オリビエ、オリビエゴーゴー、ああ、はいはい、まあ、これが今進化した回数が5回だから実質3コストですげえまあ、あ、ちょっとこれ切ったけど、でも1回これ最初これか、これで、あ、でもこれ1コストで打てるから、これで一回ちょっと、あれ一緒か。はい、とりあえずこれ、オリビエで、実質 3PP。355、進化不要。で、神社の言霊は、毎ターンこのね。モーラ。モーラが111。一読だもんな。モーラが。はい。あ、これ確かめながらさっき言ってたこと。これで多分、こやつは進化できないはずなんですよ。ほら、モニカの選べない。こっち選べるけど、こっち…あれ、あ、これはでも普通の進化圏かな。あ、そっか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 。で、多分こいつは…こいつは、オリビエの効果かかってるんじゃないですか。あ、そっちはこっち、これかかってないですよ。かかってないですね。だからこっちは進化すると消費しちゃう。てか、もうモーラ進化でいいっすもんね。はい、いったね、ちょっとやばい、喋ってたら時間が。あ、よかった、確認できてよかった。そう、そうなんですよ。で、これ…あ、あ、あ、
さあ進化しても一時のまま罠あぶねあぶねあぶねマジで罠マジで本当びっくりしたあぶねもうこれもまた確認できましたね。できました、できました。言霊で下がってるから。マジで。罠だな、これ。結構これでもちゃんとやってから紹介してるんですよ。なかなか、いろんなパターンがありますね。はい。で、これで、まあ、モーラ、モーラやられたんで、またモーラって読みますね。次のターン。モーラ言霊。あと、ゼウスが来てないんだよな、そういえば。ゼウスが来てばもう宇宙。あとはゼウスで。だってもう進化何回やってんの？何回進化、何回だろう。6回してるんでゼウスすごいっすよマジ普通に攻撃17とかなりますよね普通にゼウスいいでほしいなまあほんとそれだけだよあとは引けるのかその前にこの面が強すぎて勝ちほんと面が強いですよね、うん、オリビエとかジンジャーとかゴーゴーが普通に強い並びますからね強いなあ強い3面処理やばいやばいやばい11ただただまた次モーラこちらはモーラただフォロワーもう1枚引きたいさあ神社か神社まあ神社もいいな普通にゴーゴーとして使いますか普通にファンファーレで2枚目の言霊が手に入りますねプロダクトマシンもゼロコスだからゼロコスで出せますねすげえコスト下がってでこれやって起動しますで神社やって神社やってもらう。まあ、雪山も埋めちゃっていいかな。いや、でも、あの、ドローがあるから、そうですね。あれを取っておきたいな。ドローしたいですね。そうですね。これで4打目で。ちょっとこれ、ゼウス引き上げても、ここまで来るとちょっとさすがに上手が。ゼウス引きたいな。あんねは強いっすよ。あと、ゼウスだよ、ゼウス、ほんと。だから、このゼウスがめっちゃ強いから、ルリア入れるまで考えたんですね、ちょっともはや。まあ、ルリアでサーチまでまあちょっと枠的になかったんでオリビエもそうオリビエも引っかかっちゃいますねどっちもでも強いからいいって感じそうですねでオリビエも強いけどやっぱどうしてもドロスを引けないと手札がうんあとマジゼウスさあ組むの始まり思考しに来てくれゼウス引けばもう13点なんてもうねうん、一発パンサーレオパンサーレオおこれがもう処理でモーラモーラって顔あモーラ取ってくれんの優しい優しいぞ暇つぶしできたデスゴイデス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 思考シーンくんあーでもオーケー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 もう完全にねこのループ言霊モーラループすごいさあということでね、はい、機械ウィッチはい機械ジンジャーゼウスウィッチめっちゃ楽しいじゃあ今回ちょっとゼウス出せなかったんですけどねまあでもゼウスはまあちょっとどっちかって今回見せたかったのこのジンジャーとジンジャーの言霊とモーラのコンボみたいなコンボこれマジで強いししかもそんな難しくないの達成条件も別にあと機械軸の強いところ見えてよかったですね、はい、そうですねそうですねマシンブックからなんかやれそうなポテンシャルありましたねそうなんですよね安定性もあってこれは多分結構おすすめですねこれは本当にアルティメットデッキビルダーとしてビルリングしちゃったかもしれないまあ他にも出てるかもしれないですけどもうティアワンを掘り出したかもしれないですねティアワンまあでもね勝てますからね普通にエアとかにもはいなんでぜひ使ってみてくださいはいということでご視聴いただきありがとうございましたありがとうございましたさよならはい。